というー赤ちゃんうるせえ。なんかそれ、なんかで見たらなんだっけ赤ちゃんうるせえって。なんかで寝たらやな、それな。ウィークリージャンプあったしろ。ウィークリージャンプってなんだっけな。なんかあったよな。あって。あ、ユリスが言ったんだ。赤ちゃんうるせえって。 どんだけうるさかったんだよ、その赤ちゃん。<laughs> 赤ちゃん、普通うるさいだろうな。でもなんか、電車とかでさ、あのー、赤ちゃんが泣いてるのに対してさ、ぶち切れる親父いるような。電車で俺、衝撃受けたわ。何回買ったことあんだけど。<laughs> うるせえんだよ、おめえのガキって言ってるやついてさ。マジで。もうゴミでしょ、あいつ。 ゴミすぎるってびっくりしたわクソゴミかそったわ普通にマジで終わってるよななんかそれでなんかあのおっちゃんもあのこれぐらいの時期ありましたよねって俺が絡みに行ったら普通にぶん殴られたわ <laughs> <laughs> それぶん殴ってきたわあいつやべえよあいつ気違えだよマジで いや、ほんとに。いや、俺、前ね、あの、電車、もう今、引っ越したんだけど、昔、俺、千葉に住んでたんだけど、あのね、いや、ほんとにある、あの、あの電車って何,何線だっけなちょっと待って。え、多分ね、調べたらいっぱい出てくるよ。何て電車あったっけ、あそこ。あの、前住んでた足立区の時の電車は竹の塚って電車あったんですけど、あれから、例えば、秋葉原で調べたら出てくると思う。な何線だっけな、あれ。 東武スカイツリーラインだあ。それマジで、アーバンパークライン、東武スカイツリーラインはあのマジだよ。え、これマジでしょっちゅうだって、俺乗ってる時。スカイツリーライン。え、スカイツリーライン乗ってる人いないえ、あれガチでさ、これガチだよね。え、これさ、し知ってるやついるえ、乗ってるやつさ、それさ、よく見たことあるっしょ揉めてるの。なんかさ、おっさんとおっさんがよくさ、睨み合ってさ、 え、ほら、分かるとほらこれうわ嘘じゃないっていやこれガチだからマジでああ<ー>って叫び出すおっさんとかいるしよくマジでこれガチだから本当だからマジでだって普通にあれだよ電車であの横いないだからしょあの鬼殺し飲んでやついるんだよよくこれ本当だから マジでいほんとだよ、それ。よくなる、だって酒飲んでるやつ、よくいないスカイツリーライン。マジで。いや、ほんとだから。ほら、あの店、マジでやばいってほら、コメントあるじゃん。マジで酒飲んでんだって、普通に、あいつら。ワンカップとか。いや、ほんとだから。マジで。ガチだよ。ほんとにいそう。電車内ブレーキングダウン、普通にある、マジで。 普通にぶん殴ってんのあるよもんそういうキーンがよく来るよブーってゲロ吐いてるやつも嬉しいるし <laughs> 普通に俺が乗ってる時間結構終電近かったからマジで普通にブーってゲロ吐きまくってるもん普通にでキーンさんが来て解放するみたいな繁盛騙,騙されてます どんな電車でも、あ、そうだからどんな電車でもいるって、ほんとでマ、マジマジマジ。昼間は確かにやばいやつ少ないのかな確かに少ないと思う。あの、深夜系はめちゃくちゃやばいやつ多い。めっちゃ喧嘩してるだから、本当に。あ、そうそうそう。だから俺が参った、あれもそう。あの、満員電車で、あの、おっさん同士がぶつかって、てめえ、次の駅で降りるっつって、なんか、村から掴み合ってて、そう。で、あの、 次の駅着いた途端、あの、人がまた、わーってめっちゃ降りてきたから、あの、一人しか出れなくて、そのまま喧嘩が終了するっていうのとか、<laughs> 見たことあるでしょいや、あるんだって、ほんとに。ほんとだから、それ。マジで。いや、これほんとによくあるから。あっちの地域。あるから、ほんとに。で、ずっと残ったおっさんがブツブツし人いてやる。くっそ。殺してやる。みたいな感じなんだよほんとずっと。 すいてがやっぱ電車毎日乗ってたらやっぱそうなるよよくある本当にマジでいや俺は喧嘩したことないけど喧嘩の仲裁したことなそのおっさんとかの本当にやばいんだもんってもう話だらだらみたいな感じだから電車ででも俺があん時って多分ん15 15からなんか20ぐらいまで済んだけど、じゃ十15じゃないか、16? 高校の時あれか、練馬区か、18か、18から20ちょいぐらいまで済んだけど、マジでね、本当にあるよ。いやだってさ、いや俺もなんか、 仲裁だ、かわりたくないけどお、なんかさ、女性の人とかはさ、やめてくださいみたいな感じでさ、うるせえ、ぶっ殺すぞとか言われてたら、もうさ、動くしかねえじゃんだって。もうぶん投げられるもん、女も普通に。女とか関係ないもん。普通にぶん投げられるもんあの地域、マジで。まあまあってなるよ。いや、本当に。いや、マジで殺されるよあの女。 普通にクソ怖えよ。マジで <laughs>。やだよ、あんな頭のおかしいやつら止めに行くの。普通に怖えよ。<laughs> その路線の電車に机持って乗ろうとしてるんや、その路線じゃない。あのー、ジモティっていうところで、あのー、サイトで、あのー、その人の家の近くまで行ったから、電車で40分ぐらいのところ行って、通り行ったから。 その電車じゃない。てかさマジで今でも納得いかないけどね電車のさ電車に机を乗っけちゃいけないってさマジでさ誰が誰が教えてくれるんだよマジでそれいいでしょ電車乗せてくれよって今でも思うわあんなにさ重い机持ってさいいじゃん乗せたっていや当たり前だろって言うけどさどこでさそのルールをさ わかるのそれってマジでいやどこに書いてあるのそれ考えればわかるわかんないよだってギターとか持ってるやついるんだから机ぐらいいいじゃんそうチャリーとかも乗せてるやついるんだからさ机いいやんええー、やんと思うけどねいや毎年ーったら終わってるよ人をとして終わってるじゃんでももう空いてたら許してくれよ 俺近くのヤ山ミーまで担いで行ったんだよ。なるほど。まあ確かに。一回なんか休憩してそうだよだからもう絶望して、駅前のおにぎり屋でおにぎり買って、その机と椅子に座ってご飯食べてたんだよ。そんなピクニックの方法あるって思ってたよ、みんな多分。俺のこと見て。大丈夫か、こいつ思ってただろうな。そんな そんな机と椅子に座ってピクニックしてるやつおるって思われて俺すげえ恥ずかしかったわよく考えたら今思い出したら恥ずかしかったわマジでしかも俺おにぎりと唐揚げ買ってあの唐揚げを一口食っておにぎりを食うっていう最高のコンボしてたわ